このような横長のプランターにフェイクグリーンの植栽を作っていきます。用意するものはこのようなフェイクグリーンの樹木のポットです。こちらを2種類用意いたします。こちらはこのように生けて使う下草となるフェイクグリーンです。大きく広がるものを用意するととても便利に使えると思います。こちらは土台として使うスタイルフォームというものです。こちらはホームセンターなどで購入ができます。土台を隠すためにこのようなバーグのようなものを用意いたします。最後にこのような長さのワイヤーも用意しておくととても便利になると思います。プランターの内側のサイズ感に合わせてスタイロフォームのサイズをカットします。そしてこの中央の部分で半分にさらにカットいたします。半分にカットするとこのような形になります。次に樹木をセットしていきます。先ほどカットしたスタイロフォームを樹木に当てて樹木が飛び出せるように切り込みを入れていきます。このように半分に割ったスタイロフォームそれぞれに穴を開けて樹木の幹が通る分の穴を開けておきます。先ほどのスタイロフォームを入れるときにぐらつかないようにこのように余ったスタイロフォームを重ね合わせて高さを合わせるようにしていきます。こちらをプランターの周りに入れていきます。このような高さ出しのものを下駄と呼んでいます。そしてスタイロフォームをセットしていきます。スタイロフォームを留めるときにこのようなワイヤーを用意しておくと便利です。フラワーアレンジメントなどを習われている方は使ったことがあるかもしれませんが、こちらのワイヤーをこのように U の字に曲げて下の土台となっているスタイロフォームごとこちらを差し込むことで固定をすることもできます。またボンドなどで貼り付けて固定することもできます。ではここに下草を植えていきます。下草をこの土台のスタイロフォームのところに差し込んでいきます。十分に差し込んだら大きく葉を広げて形を整えていきます。最後にバーグを使ってフォームが見えないようにカバーをしていきます。このようにスタイロフォームが隠れるまでカバーをしていきます。バーグの代わりにシサルアサなどを使っても見栄えよく作れると思います。